正弘さんですね。ミニオン、音を聞いてました。今しかこの音を聞けないような気がして。いいえ、違います。ミニオン、ずっとずっとこの音を聞いてました。多分本当に昔からそんな気が最近するのですよ。はい、でもこの音はずっとずっと昔に聞いたことがある音なんです。そうですよね、おかしいですよね。ここに来るのは初めてのはずなのに。リニアは最近、昔の記憶の夢を見ます。と言っても、大したことじゃないんですよ。記憶と呼べるのかすらわからないのです。リニア、ずっとずっと長い間、ずっとどこかどこか遠くで夢を見ていた。そんな気がするのですよ。高弘さん、懐かしい音ですよ。リニアに届くこの音は。なんだか懐かしい音です。昔もリニアはこの音を聞いていたような。何の音なんだろう。
古い機械？古い機械、なんか私みたいですね。聞こえる音、もしかしたらどこにもない音、でもリニアには聞こえる音、古い古い機械が奏でる音、チックタクチックタク。どこからか聞こえる音、もしかしたらどこにもない音、でもリニアには聞こえる音、古い古い機械が奏でる音、チックタクチックタク。でもいつの時代にかあった音、それは誰かの耳に届いた音。リニアは古い機械の塊です。そのことで皆様にご迷惑ばかりかけているのですが、それでも素晴らしいこともあるのですね。リニアは古い古い機械の集まり、だからリニアすら知らないたくさんの思い出が眠っている。今は亡くなった古い古い機械の音、今は忘れ去られた古い古い風景、みんなが忘れてしまった古い古い思い出たち、それがリニアの古い古い部品には眠っているのですね。もしかしたら高弘さんが昔見た風景もリニアの中に眠っているのかもしれませんね。
大丈夫ですよ。ごめんなさい、ごめんなさい、タカヒロさん。リニア、ここにいたかったんです。それがみんなの迷惑と分かっていても、この島に、タカヒロさんのそばにいたかったんです。本当は、いちゃいけなかったのですよね。リニアみたいなヘナチョコのアンドロイドが、この島に。だって、皆さんにご迷惑かけてばかりですもの。何もお役に立っていませんもの。それなのに、ここにずっといたいなんて考えたから、罰が当たったのですよね。本当はいちゃいけなかったのに。リニアなんて、ここにいちゃいけなかったのに。自分のわがままで、ここに残ったから。でも、少しでしたが、こんな素晴らしい時間をこの島で皆様にいただけたのですから、本当は感謝しなければならないのですよね。これだけで十分のはずなのに、これ以上のことなんてリニアには贅沢すぎるのに。なのに、ごめんなさい。やっぱりリニアなんてここに来るべきではなかったのですよね。あの日、そのまま消えてなくなればよかったのですよね。だってだって、リニア何もできません。そのぐらいなら消えてなくなればよかったんです。高弘さん、ごめんなさい、ごめんなさい。どうやら予測していた最悪な事態になったようだな。そうだ、そう考えればこれも奴らの手の内だったのかもしれないな。俺たちが HAZE の064を使わず独自のルートで部品を集めることも奴らは初めから予測していたのかもしれない。だから決して俺たちでは直すことのできないリニア嬢ちゃんを送ってきたのかもしれない。本社じゃお前のことを英雄に祭り上げようとしている輩も多いと聞く。もしかしたら今回の一連のことは全てそれらを一掃するためだったのかもしれんな。そう考えればお前にあった二つの選択肢は共に罠であったのだろうな。それをお前がやったとしたら、お前が犬であるという良いアピールになる。